ャットボーイがいっぱい。それじゃ分裂マシンを試しに使ってみるとしようか。物を増やす機械を作ったんだ。スーパーカムフラージュでこっそり近づいて取り上げるよ。そしたら私に投げて、私がキャットボーイに渡して。ああ、もっといいことがある。僕が今取ってくるよ、スーパーキャットスピリー。何？ああ、キャットボーイ。高いところは好きか、子猫ちゃん。すぐに降ろせ、ロボット。スーパー月光パワー。逃げられると思ったら大間違い。これを見ろ。力を合わせよう。先にゲッコを外に出して、その後…待って、スーパーキャットジャンプで逃げるよ。スーパーゲッコカムフラージュ。マシンを返せ。おい、何をやってる。やめないか。スーパーゲッコパワー。そんな許さないぞ。覚えておけ、パジャマスク。このマシンは基地の安全な場所にしまっておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。そう簡単に分裂マシンに勝てるわけがない。そうじゃないか、ロボット。パジャマスクが街を救った。やったね。でも危なかったよね。誰かさんが勝手なことばかりするんだもん。うん、ごめんね。でも敵に勝つためだ。うまくいっただろ。さあ、これから何して遊ぶ？バスケットボール？バレーボール？そうだ、サッカーにしようよ。ひどいよこれ。ロミオがまた分裂マシンを使ったんだよ。でもどうやって？マシンは基地にあるはず。確かめてみよう。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット。イエーイ。グレッグはヤモリ。コナーは猫に。キャットボーイ。パジャマスク。キャットイヤー。ロミオの声だ。取り上げたのに、なんで持ってるの？僕みたいな天才はお前たちとは違うんだよ。分裂マシンを発明したらすぐにマシンを増やして予備を作った。見ろこれだ。分裂マシンを分裂させたのか。さあ、ロボットがまた増えた。もう嫌になっちゃう。このまま放っといたら大変だよ。いいこと考えた。私が空からマシンを奪う。それをキャットボーイに渡すから、すぐ月光に届けて。で、僕が光るところを外す。スーパー月光パワーの出番だね。ソニックウェーブがいい。大きな音でマシンを壊そう。待って、もっとロボットを増やすぞ。これで4体だな。ソニックウェーブ。おお、しまった。ロボット軍団を作るお手伝いありがとう。ロボット軍団？ああ、そうさ。ロボットたちを使って世界中の人間を思いのままに動かす。従わなかったら、ロボットがそいつを捕まえて言うことを聞くまで空中にぶら下げる。そんなことされたらみんなロミオの言いなりになっちゃうよ。さっきの作戦をやろう。毛玉発射。うわあ、はあ、今日は二人で頑張らないと。分裂マシンはどこにあるんだろう。スーパーアウルアイ。あった。待て、返せ、ふざけた不快な袋目。ボタンが動かなくなった。毛玉
よ。うん、僕も大丈夫。ねえ、どうなってるの？キャットボーイが二人になっちゃった。わかってる。うん、僕も。でも見た目も声もちょっと違うよ。スーパーパワーのせいでそっくりそのままにはならないのかもね。ロボットだ、見て。いいか、マシンを取り返すんだ。パジャマスクじゃなくてお前たちを増やしたい。マシンをこっちに投げて、光ってるところを壊すよ。無理だ、ロボットが多すぎる。それかパジャマスクの数も増やせばいいのかも。やったやった。ヤモリもびっくり。4人になったの？キャットボーイのみんな、いい作戦があるんだ。一緒にやろう。あのロボットを遠くに転がすぞ。やめろ。よし、ロボットは終わりだ。へえ、そうかい。お前のコピーは言われた通りにしてないぞ。何やってるんだ、遠くに転がして。もっといいこと考えた。ロボットが目を回すまでくるくる回すんだ。街をあちこち転がしてロボットを迷子にするよ。僕はこの上に乗って走る。すごくいい運動だよ。じゃあね。うわ、危ない。ロボット、おじゃマスクを捕まえてぶら下げろ。ロミオのマシンを奪い取ろう。今度は作戦通りにやってくれる？もう一度僕にやらせて。いい案があるんだ。キャットボーイがたくさんいれば必ず勝てる。丸太で柵を作ってロミオを閉じ込める。マシンはどうやって取り上げるの？話はまた後でね、急ごう。たちの後ろの林にいるキャットボーイを下ろして捕まえろ。待て、ブリキ缶、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい、あー、見て、あー、見て、うー、残りが来るよ、みんな位置について。こっちだよ、ロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。
嫌い。残り1体だ。スーパーキャットスピード。いいか、猫を捕まえろ。ロボット、よせよせ。でマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって、月光スーパー月光パワー。やったやった。覚えておけよ、お邪魔スク。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し町を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ？バスケットボールはどう？サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。キャットボーイと雨の雲。タッチ。よし、待て待て。何が楽しいの？ちょっと濡れるだけだよ、コナー。分かってる。ただ僕、鬼ごっこが好きだから。イエーイ。うわー、コナーもみんなと一緒にちょっと水遊びしない？冷たくて気持ちいいよ。でも、暑くないから。じゃあいいよ、楽しいんだけどな。行くぞー。あ、おーい、ん？どうしちゃったの？あれ？水が出なくなっちゃった。は？どうなってるの？なんなのこれ？どういうこと？すごく寒い。変な黒い雲がずっとこのままだったらもうお外で水遊びができなくなっちゃう。大丈夫、そんなことないよ。あの雲がどこから来たのか調べてみよう。ホースはどうなってる？水のタンクだ。スプリンクラーで撒く水が入ってるんだよ。今は空っぽみたい。なんでこのタンクの中に黒い雲が？誰が入れたのかな？ガダ！ってことはルナガール！パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット。イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー。ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ。これ以上雲が増えたら大変だよね。急いでルナガールを探さなきゃ。スプリンクラーのタンクをもう一度見てみよう。何か手がかりがあるかも。キャットカーに乗るぞ。いい子のパジャマスクちゃんたち。どうして雲をいっぱい作ってるの？お外で遊べなくなっちゃう。それが狙いよ、ヤモリちゃん。
私は夏の遊びなんてしたことがないの。だからこの黒い雲でお日様を隠して誰一人遊べなくしてやる。私たちと遊ぼうよタッチ。パジャマスクの変な格好で真っ昼間みたいに楽しく遊ぼうっての。うえ、今日はほんの腕試しよ。タンクがいっぱいになったら雲をいっぺんに空に飛ばす。そしたら夏は終わるのよ。夏が終わる？そんなのひどすぎるよ。ルナガールを引きつけてて。その間に僕がルナマグネットを奪って黒い雲を全部吸い込むよ。あら、そう？ルナマグネットを盗むつもりなの？え、キャットボーイ、代わりにいいものあげるわね。そんな雲なんか怖くない。そう？猫って水が大嫌いなんでしょ？だから雨雲を作ったの。ルナパワー、雨雲をキャットボーイの上。大丈夫、作戦通りに行こう。僕は平気だから。頼むね、キャットボーイ。頑張って。うわー、やっぱり平気じゃないかも。あはははさあ、雲よ、キャットボーイを追いかけ雨を浴びせるのよ。私を倒すなんて絶対無理。つまり私の勝ち。勝ちだ。クモよ、輪になってビクビク子猫ちゃんを囲んでやりな。やだやだやだ。はっ、それじゃクモでタンクをいっぱいにするとしよう。
ルダパワー雲を作れ。そしてタンクに入れ。キャットボーイ助けて。僕ならできる。濡れるのは嫌だけど、友達を悲しませる方がもっと嫌だ。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード。今行くよ。パジャマスク稲妻よりも早く。うわ、無敵のキャットボーイが雲の下を走る。おお、雲を全部おびき出すんだ。何、待て、何をやってるんだ。僕が濡れる時はルナガール、君も一緒だ。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。うわ結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。嫌だ。あっ、うん、ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。待て、捕まえるよ。あ、水だ。楽しいよ。ちょっとまだ水が怖いの。うん、でも人にかけるのは平気だよ。飛び立てアウレット。今日の飛行機のショーすごく楽しみ。熱気球も上がるし、昔の飛行機もたくさんあるんだよ。空を飛び回るの、私みたいに。あの、飛行機はどこですか？わからない。昨日の夜まであったんだけど、朝になったら全部消えてたんだ。ショーは中止ね。とても残念だけど。そんなのないよ。誰が飛行機を盗んだの？ちょっと来て見て、この小さな足跡、きっと忍者リーノだよ。ナイト忍者の思い通りにはさせない。ソロの戦いで私に勝てるわけがないもんね。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために、勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。グレッグはヤモリ。結構。やあ。コナーは猫に。キャットボーイ。パジャマスク。アウルグライダーに乗って。その飛行機は航空ショーで使うものだぞ、ナイト忍者。それがどうした。僕の方がずっと上手に飛ばせるんだ。どうだ、捕まえられるか。安
心してみんな、あんな忍者なんて目をつぶってても捕まえられるから。アウルグライダーターボ、アウルグライダーのライトで目をくらませて着陸させる。気をつけてアウレット、ナイト忍者はいつもずるい作戦を考えてる。空の上では私が一番、絶対負けるわけないよ。空中戦法77、行くぞ。待って、何なの。ベタベタロープ発射。やめて、アウレット。何をする気だろう。わからない、自由に動けなくなった。小鳥ちゃんとお友達を楽しい空の旅に招待しよう、いいかな。ちょっとやめて、下ろして。なんだって、今なんて言った。ああそうか、落として。よし、いいだろう、すぐにベタベタロープを外せ。また一台止めなくしてやったぞ。もう少しで空を飛ぶのはこの素晴らしい僕だけになるんだ。お前なんかよりずっと上手に飛べるぞ。空を飛ぶのがナイト忍者だけになるってどういうこと？もしかして航空ショーの熱気球も盗むつもりじゃない？飛ぶものを全部手に入れる気だよ。アウレット追いかけよう。でもアウルグライダーが壊れちゃったし。アウルグライダーがなくてもアウレットは空を飛べるでしょ。うん、無理。無理ってなんで？ナイト忍者がすごすぎるから、私はあんな上手に飛べない。え？アウレットだってすごく上手だよ。ベタベタロープでグライダーを壊されたのはアウレットのせいじゃないし。そう、大丈夫だよ。まず基地にアウルグライダーを運ぼう。それから博物館に行くんだ。できたね。博物館に古い飛行機があるのを思い出してよかった。かっこいいだろ。うわ、本当上手だね。ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番うまいのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？そう、やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで、自分でやってみる。いけパジャマスク。何？止まって。どうやるの。見たことないよ。じゃあな、僕はこれで。またな。どうしたのアウレット、一緒に戦って欲しかったのに。ごめんなさい、ナイト忍者には勝てそうもないと思って。空中回転とか見たでしょ。アウレットの方がすごいよ。僕たちはそんなにうまく飛べない、だから力を貸して。アウレットなら勝てるよ、絶対に。わかった、アウルアイ。ナイト忍者の隙にはさせない。どんな作戦で行く？作戦は、作戦は、そう、ダメ、思いつかない。まあいいよ、行く途中で何か考えよう。キャットボーイ出動。キャットボーイ、なんとかして。私には勝てない。待って、どこに行くの。基地だよ、私はいない方がいい。
いでしょ。そんなことないよ、一緒に来て。アウレットは誰より上手に空を飛べる、信じてるよ。私は信じられない。お願い、僕たちに飛び方を教えて。アウレットがいなかったらナイト忍者に街中の飛行機を取られちゃう。寂しかったか、お邪魔スク。また別の飛行機をいただきに来たぞ。ナイト忍者たちはまっすぐこっちに向かってくる。だから僕たちは、そう、基地の後ろに隠れて不意打ちで攻撃しよう。あ、わかった。じゃあついてきて。近づいてくるよ。どうしよう、戻ってきて。壊れたアウルグライダーは基地の中に置いてあるはずだ。パジャマ抜けの3人が目を回している間に基地を引きずり倒してアウルグライダーをぺちゃんこにしてやろう。キャットボーイ、左に曲がって。違った、ごめん、右。向きを変えて。アウルウィングウィンダー、ゲッコモ。キャットボーイを助けよう。ぐらい上手だったよ。このまま頑張ってナイト忍者を倒そう。ちゃんと空を飛べるのはアウレットだけなんだ。今ので分かったでしょ。そうだね、前はナイト忍者の勝ちだった。でも今度は私の力を見せてあげる。今こそヒーローになろう。イエーイ。どうする、アウレット、敵は基地とつながってるってことは。引っ張れ、引っ張れ。そうだ、キャットボーイ、言う通りにして。このまま騎士を上げて前へ。いいか、引っ張れ。遅かったな。大事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをぐっと前に押して。下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。からな、おじゃマスク、見てろよ。すぐに僕を下ろせ、ニンチャリーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。アゴを倒し、街を救った。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。アウレットと月の花。花を育てるの大好き。僕のひまわりを見て。僕のもすごいでしょ。こんな大きいよ。私のはしおれてる。ねえ、アマヤの花はどう？元気だよ、すごくね。水をたくさんあげた方がいいかも。わかってる。あと、あっちのテーブルに置くのはどう？お日様が当たる場所。そうだね、じゃあ次はそうする。ひまわりのお世話手伝うよ。去年の夏園芸クラブに入っていろいろ習ったから。あ、ありがとう。だけど大丈夫だよ、園芸クラブいいね。でも私お花に詳しいの、いろいろ
知ってるんだ。一人でできるよ。シャベルとかいろんな道具を使った方がいいかも。え？中にあった道具は？蛾がいる。ルナガールが取ったんだ。でも花を育てるわけないよね。夜しか出てこないのに。お花は暗いと育たないもんね。どう？私結構詳しいでしょ。ルナガールはきっと何か企んでるんだ。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。グレッグはヤモリ。ゲッコー。コナーは猫に。キャットボーイ。パジャマスク。花を育てる道具を取ったんだから、それを使う場所にいるよね。どこだろう。うん、草や花がたくさん生えてる場所っていうと公園だよ。アウルグライダーに乗って。庭に生えてたら嫌だね。あそこにルナガールが。ルナガール、何をしたんだ。月の花は嫌いか。この道具は使わないから返すよ。夜にルナビームを浴びせれば月の花はぐんぐん大きく育つって分かったんだ。うわ、すごく怖い感じの花だね。そう、本当の恐ろしさはこれからだよ。つぼみが開けば何百という種がばらまかれる。そしてその種が地面に落ちれば、また種から月の花が育って、そしてそれぞれの花がまた種を作って、その種から花がどんどん増えて。ちょっと口を出さないで。すぐに町は月の花でいっぱいになり、他の花が咲く場所はなくなる。町を覆い尽くす前にあの雑草を何とかしなきゃ大変だよ。うん、すごく大きな雑草はどうしたらいいって園芸クラブで言ってたっけ。掘って抜けばいい。簡単。ちょっと待って、大きな草には大きな根っこがある。根っこも取らなきゃダメなんだ。もし一本でも地面に残ってたら、そこからまた月の花が生えてくる。じゃあ全部掘っちゃえばいい。それがアウレット流の草取りよ。残りは2人。スーパーキャットスピード。スーパー月光パワー。待ちな。作戦を考えた。あの花は夜に育つだろ。きっと光が嫌いなんだよ。アウルグライダーのハイビームを当てたら強い光で枯れるかも。待って、掘って抜くんじゃダメなの。私だって花のこと詳しいんだから。アウレット、掘るだけじゃ無理だよ。シャベルを使うからでしょ。アウルグライダーの爪を使えば大丈夫。花の周りを飛びながらうまく掘るね。今度はあのベタベタのツルに捕まらないようにしなきゃ。根っこ掘り返しよ。おやおや、害虫のおじゃマスクが来たようだね。捕まった。まただ。あら、かわいそうに羽が逆立っちゃう。
種をまき散らして町を覆い、他の草が育たないようにするんだ。掘って抜くのはやっぱり無理だよ。かもね。そうだ、月の花に水をいっぱいかけたらどうなるかな。水をかける？それじゃ元気になっちゃうよ。でもあれは普通の草じゃない、夜の雑草なんだ。水をかけたら枯れるかもしれないよ。ちょっと待って、あのホース使えそうじゃない？投げ縄みたいにして月の花に巻きつけ、引っ張って倒すの。アウレット、無理じゃないかな。やるだけやらせて。園芸クラブには入ってなかったけど、花のことは詳しいんだから。アウレット、待って。はあ、また小鳥ちゃん、なんなの。やった、あとは引っ張って倒すだけ。えい、花は夜に咲くから嫌いかも。やった、大成功だね。やめろ。憎らしいおじゃマスクね、覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか、光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。
やったー、一等賞。のんびり月光。ねえグレイク、ベルが鳴ったよ。え、それよりすごいボールの技を見てよ。あ、おっと、あ、戻ってこいボール。グレイク、先生がすぐに来ちゃうよ。すぐじゃなさそうだよ、アマヤ。見て、なんか変だね。歩き方がちょっとゆっくりすぎない？ものすごくゆっくり。ここに来るまでに日が暮れちゃう。見て、ゆっくりなのは先生だけじゃないよ。どうしたんだろう。夜に調べよう。パジャマスク、出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために、勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー、ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ、街は静かだね。静かすぎる。ねえ見て、ロミオだ。何してるんだろう。何かわからないけど絶対に止めた方がいい。月光モービルに乗って。ここだったよね。ロミオはどこだろう。猫ちゃん、急いでも無駄無駄。わかったか。わかりません。じゃあ見てろ。猫に何をする気だろう。無事でよかった。動きが遅くなっただけだよ。朝見た先生や蝶々と同じだね。ロミオがラボの上の時計でみんなをゆっくりにしてたんだ。そんなことさせない。結構後ろからこっそり近づいて時計を壊して、僕たちがロミオの気を引くから。うん、わかった。スーパー月光カムフラージュ。なんでみんなの動きをゆっくりにするの。お邪魔すくか。いい時に来てくれたな。わかるか、時だ。今日の僕は冴えてるよ。ですね、ご主人様。お前もそう思うか。みんなの動きをうんと遅くしてやれば、誰にも邪魔されずに世界を征服できるじゃないか。この時計を街の真ん中にセットしたら、ノロノロ光線が街を襲い、全員がゆっくりになる。は？かわいい。言っただろ、僕は天才なんだ。さあそれはどうかな。そこまですごくないだろ。月光、今だ。月光はどこ。今だ、今だ。月光、猫を見てたんだよ。とっても可愛い。本当に間抜けなやつだな。あ、逃げられちゃった。どうしたの月光。猫を見てたんだ。すごく可愛いから。そのせいでロミオに逃げられたんだよ。よそ見しちゃダメ。大丈夫、ロミオを倒す作戦はちゃんと考えてあるから。月光モービルに乗って見つからないようにロミオのラボに近づく。それで時計を壊すんだ。見て、ラボだよ。月光モービルカムフラージュ。何か聞こえないか。いえ、何も。きっとパジャマスクが邪魔しに来たんだ。どうしよう、鳥が。ダメだよ、あっち行って。ほら、行って。あ、うん、珍しいことがあるな。待てよ、パジャマスクだ。そこにいるのか。見つかった、ゲコ、逃げて。
この鳥見てよ飛んでるのか座ってるのかわからないよね。鳥のことはいいから見て。危ない。次は頑張るんだな。ロミオがあの時計をセットしたら町中がノロノロにされちゃうよ。すぐに追いかけて。うん、無理だよ。月光モービルもゆっくりにされちゃったから。走ってロミオを追いかけるしかないね。行こう。町の真ん中に行くんじゃないんですか。慌てるな。時間ならたっぷりある。わかるか。あ、ロミオは一休みしてるみたい。それじゃあ作戦を言うね。一度に光線を浴びないように別れよう。アウレットと僕はロミオを攻撃する。月光は隠れてて僕が合図したら出てくるんだ。うん、わかった。今度はよそ見しないよ。フルスピードで投げろ。見てろよロボット。ノロノロ光線の力は素晴らしいね。スローモーションのフライングディスク、うわかっこいい。またお前か。結構危ない。逃げて。うわー、しまった。ずいぶんのんびりだな結構。また他のことを気にしたせいだよね。じゃあなパジャマスク、僕は町の真ん中に行く。派手にやるから楽しみにしてろ。ねえ大丈夫？大丈夫。ものすごくゆっくりなだけ。僕のせいだね。ロミオを捕まえなきゃいけないのによそ見ばかりしちゃって。僕はもう抜けるよ。ダメだよ月光、仲間だろ。そうだねキャットボーイ、動きは遅いけどちゃんとやれば力になれる。一緒にやるんだ。今こそヒーローになろう。やあ、ちょっと誰か僕を連れてってくれない？アウレット、ロミオの気を引いてて。その間に僕がスーパー月光パワーで時計を壊す。キャットボーイは万が一アウレットが光線を浴びた時にロミオの相手をして。わかった。でも月光は動きがゆっくりだよ。時計のところまで行ける？大丈夫、余計なことをしないでまっすぐ行くよ。またか。小鳥ちゃんのこともゆっくりにしてやろう。そう思い通りに行くかしら。やる。絶対によそ見はしない。当たるところでしたよ。文句はいいから、あの小鳥を捕まえるのを手伝え。ちょっとだ、行くぞ。諦めなさいロボット。しまった、やられた。あ、アウレットが。月光が時計を壊すまで僕がロミオの相手をしなきゃ。ご主人様、ちゃんと捕まえたのに。おい、また文句か。お前より小鳥をノロノロにする方が大切なんだ。僕を捕まえられるかロミオ、スーパーキャットスピード。邪魔をするんじゃない、町中をゆっくりにするんだからな。また君。でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ。
よしやるぞ、町を全部だ。そんなパーティーだよみんな。うわー、ドカンと行くぞ。スーパー結構パワー。なに、やった、できたじゃないか月光。いつそこへ行った、ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ、やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、結構踊ろうよ、結構ダダダダ。うん、月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ、僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえグレッグ、どうしたの。ボール持ってきたんだね、あの技見せて。うん、いいよ、でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ、イエーイ。月光のスーパー月光センス。旗取りゲームのルールはすごく簡単だよ。2つのチームに分かれてそれぞれの陣地に旗を立てる。相手チームの旗を取って自分の陣地に立てたら勝ち。質問は？ある。なんでコナンは絵が上手で僕はすごく下手なの？みんなが上手いわけじゃない。それに特技は何だっていい。例えばすごいね、僕にもやらせて。うわ、あっつ、はあ、僕は何もできないんだ。グレッグにできて私たちができないこともある。そう、旗取りゲームがすごく得意とか。うん、そうかもしれない。公園に行って早くやろう。見て、なんで基地の上にナイト忍者の旗が。旗取りゲームは後にしよう。パジャマスク、出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー、ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ、忍者が何をする気なのか調べよう。月光モービルに乗って。キャットイヤー。忍者リーノの笑い声がする。アウルアイ。本当だ、キャットボーイ、忍者リーノがいる。ナイト忍者も学校の屋根の上。キャットイヤーとアウルアイがあればバッチリだね。本当、とってもかっこいいよね。でも僕も負けないくらいすごいパワーを持ってるんだ。あー、そう、スーパー月光センス。初めて聞いたけど、どんなパワーなの？あー、近くにある危険がわかる。ピリピリって感じがするんだよ、尻尾の先がね。じゃあ、もしナイト忍者が近くに来たら、スーパー月光センスですぐにわかるの？もちろん、ナイト忍者が学校にいるのもちゃんとわかってたよ。スーパー月光センスを使えばすぐに捕まえられる。おいナイト忍者、どうして僕たちの基地に旗を立てた？あっちがお前の陣地で、ここが僕の陣地だからだ。これから僕の強さを見せてやる、旗取りゲームで。お？誰とゲームをするの？もちろんパジャマスクだ。嫌だと言ったらこの学校を作り変えてやるぞ。ナイト忍者の忍者学校に、夜の学校だ。勝ったらどうする？勝てっこないね。でももし勝ったら学校は返そう。もし負けたら学校はもらうぞ。そしてお前たちの基地もな。断る。ダメだよ。よし
やろう。相手の旗を取って自分の陣地に立てた方が勝ちだ。月光センスがあれば楽々勝てるよ。そうさ、トカゲの尻尾にお任せを。本当に月光センスを使うの？月光にはすごいパワーが他にもあるのに。でも旗取りゲームには向いてない。やっぱりスーパー月光センスだよ。ぴったりでしょ。旗取りゲームの準備はいいか、パジャマルケたち。それじゃあゲームを始めよう。誰か一人基地に残って旗を見張ろう。アウレットが一番いいよ。アウルアイを使えるんだから。それで学校には誰が行く？キャットボーイがいい。キャットイヤーで敵の様子を探れるでしょ。うん、アウルアイとキャットイヤーがあればナイト忍者は手も足も出ないね。僕の月光センスを忘れてない？ナイト忍者の場所がすぐわかる。今は、学校の中だよ。旗を取る作戦も練ってる。ってことは自分の旗は見てない。今が旗を奪うチャンスだ。スーパー月光センスは近くの危険を感じるんじゃなかった？あー、近くも遠くもどこだって何でも全部感じるんだ。そうなの？行くよ、ナイト忍者の旗を取ろう。もしものためにアウレットは基地に残った方がいい。学校の周りを忍者リーノが見張ってる。ナイト忍者はいない。月光センスで感じた通り中にいるんだよ。旗を取ってくるね。スーパーリザードグリップ。探してるのかトカゲくん。スーパーキャットスピード、スーパー月光センスが間違ってたんだね。スーパーセンス、やめてくれ。間違ってないよ。ナイト忍者はちゃんと学校にいただろ。中じゃなかったけどね。お前とお前一緒に来い。奴らの旗を取りに行く。残りのものはこの旗を守れ。ナイト忍者が旗を取りに行った。アウレットを助けに戻ろう。邪魔なのは小鳥ちゃんだけか。なんだって？トカゲ坊やが森に向かった。よし、あの間抜けにスーパーセンスが本物だと思わせてやろう。なんで森に来たの？ナイト忍者は基地に行ってるはずだよ。この近くにいるって月光センスで感じるんだ。ほんとだよ。ほら、あそこ見つけたぞ。残念だけど誰もいないよ。スーパー月光センスなんてないんだろ。スーパーキャットスピード、うん、どうなってるんだ。ナイト忍者が近くにいる。ベタベタ手裏剣が証拠だよ。スーパー月光センスでナイト忍者の場所を探してみる。あっちだ、行こう。マヌケなあのトカゲはインチキパワーで僕に勝つ気なのか。ちょっとばかり思い知らせてやろう。はいや。スーパー月光センスで分かったんだよ。ナイト忍者はあっちに行った。は？手裏剣がくっついてる。全部剥がさないと月光モービルを動かせない。そんな時間ないよ。ついてきて。スーパー月光センスでわかるんだ。ナイト忍者は裏から基地に入ろうとしてる。湖の反対側から？スーパー月光センスで2回間違えたんだ。また失敗したらどうする？じゃあ一人で行くよ。僕が正しいって見せてあげる。待って、アウレットを手伝わなきゃ。ナイト忍者に旗を取られちゃう。月光が一人で行っちゃった。ナイト忍者に捕まるかも。急いで探しに行こう。そしたら基地を守る人がいなくなる。月光センスはあるってキャットボーイとアウレットに見せるんだ。しまった、やられた。動けないよ、どうしよう。あ、これベタベタ手裏剣だ。ナイト忍者がいるんだよ。スーパー月光センスが使えたってことだね。よかった、やっぱり本物なんだ。冗談だろ。お前が僕を見つけたんじゃない。僕が追いかけてきただけさ。月光センスはないの？
僕を罠にかけるために君が追いかけてきたってこと？その通り。お前を探すために仲間が基地を出たら屋根の上の旗を奪い取る。はっはっは。あそこにいる。助けに行こう。待っててね、結構。こんなことになってごめんね。基地を空っぽにしたらナイト忍者に旗を取られちゃう。月光センスもないって分かったし。でも他のスーパーパワーがあるだろ。カムフラージュとかスーパーリザードグリップとか、どのパワーもすごくかっこいいよ。うん、だよね。ありがとうみんな。あ、どうしよう。基地のメガニャガアラームだ。旗を取られても負けたわけじゃないよ。自分の陣地に立ててないもん。月光モービルは動かないけど、他の車で行けば学校に着く前に追いつけるよ。僕があいつを止める。嘘のスーパーセンスじゃなくて自分のパワーを使ってね。今こそヒーローになろう。旗を屋根に立てればこの学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。は？今さら遅いパジャマスク。行くぞ忍者リノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだね、キャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう、忍者リーノ。どうなってる？旗はどこだ？あ！僕が来て驚いた？ナイト忍者。そんな、ありえない。捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りてこっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ、忍者リーノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね、月光。パジャマスクチームの勝利。悪を倒し、学校を救った。どこにもいないみたい。声は聞こえる？うん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、グレッグの勝ちだ。思った通り旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレッグ。2連勝。うわー、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。